原田亮太がどうでしょう、下げそうな感じです。赤番でまずは切りました3番の藤井亮也、藤井亮也が抑えまして5番の松本、2番の辻本達也、中勤の3者が出て1番の原田亮太、引いた位置は4番手、6番の谷口浩二、最後方から切り替えてどこまで行くか、番手を狙ってくるか、1番の原田亮太の後ろ、6番の谷口浩二が狙っていきまして、7番の三木翔太がちょっと阻まれている、6番の谷口浩二が分断先行で最終周回ジャイ四角叩き返して、1番の原田亮太、サイド7番の三木翔太が追い上げていきまして、番手サイドもつれていきます。1コーナーから2コーナーカーブ、3番の藤井亮也打ちかぶって2コーナーからバックで向かいましたが、おっと落車がありました。4番5番と落車転倒です。先頭1番の原田亮太、後ろは6番の谷口浩二がもぎ取って、3番手には3番の藤井亮也、その後はちょっと車間が開きました2番の辻本拓也、最速後方は7番の三木翔太、2センターから4コーナーカーブで向かっていきます。先頭1番の原田亮太、そして後ろ取り切った6番の谷口浩二が2着、3着には3番の藤井亮也。お待たせしました。審議の結果をお知らせします。2着で到達した6番選手は失格と判定します。6番選手は最終周回第2選択機において内側に車高し、4番選手を落車させましたので失格と判定します。当時の原田君、突っ張るつもりで踏み出して、やっぱスピードでいかれちゃったんで、あそこ、ちょっともう引くことでいいんだったんで、ちょっと、ああなっちゃったんですけど、ちょっと、楽しかったのは、あれなんですけど、それを出したら一応、決勝に上がれるんで、本当、自分調整できる。学者の音があったんで、ちょうどビビって踏んでっちゃったっていう感じはある。とりあえず踏んどかなきゃって。でも冷静に戦ってきたかなと思います。なんか今回はちょっといつもだったら全然あそこで伸びてってまくり切れたんですけど、ちょっと体の調子が良くなって自転車が思ったより進んでくれなくて、で結局結果待ちになっちゃって、で先輩の学者で上がった感じになっちゃったんですけど、本当は自分の力で上がれたら一番いいと思います。明日の一戦に向けて調整はできそうですか？もうあとやれることやって、明日短期だと思うんで、自分のタイミングで思いっきりいけたらな。